こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。じゃあリベンジマッチきますね。結構サクッと倒してきた感がありますが、人数は大丈夫かな。割とすぐ始まったりもしますしね。ちょっとここにいますか。ちなみに壁の前にある残骸ってカタパルトの岩なのか、それともなんかこう敵がなんか落としてってるものなのか気になりますね。前はなんか白い仮面をかぶったちっちゃいやつのその白い仮面がどんどん積み重なってたりもしたんで、あれは岩っぽいですけど、あ、結構削られたんだ。はい、どうぞどうぞ。何が来たかな。 UP な、あ、ゴースト来た。ゴースト、よしよしよし、よかったよかった。食べられると思っていたいんだよね。もう一丁いけ。よし、あ、やばい。うわ、バリさん、よしよし、いいよ。もう一丁、あ、届いてない、届いてないよ、届いてない。撃て、よしよしよし、2体か、UP2 体。なんで？おー、いいの、優勝。なんかこの壁の防御力がやっぱりあの像ですね。全然削れてないんで。それだ。それだ。まだ待機してるのは夜だからかな。いやー、強い。強い。あの像だな。さあ右側切るよ、切るよ切るよ。でキャンプがあってまたポータルがあるはず、メモによると。だよね。でも本当はこの岩が欲しいんだよな。キャンプ壊してもこの岩もいいな。この2連チャンは本当にいいな。前進してもいいな。人数ね。迷うな。バリスタおばさんどう思いますか。進めようか。ちょっとコインいっぱいこさえて、あ、ここも作ろう。恐ろしい量だなこれ。でまあ、まあ全然開示して早々なんで、これ倒したとしても動画終了せずに続投します。で今から一応像ですね、なんだっけ、壁の金槌の像、チェック&補充しに、チェック&補充しに行きます。このレベルの C
島で壁壊したこと多分ないと思うんで、壊せたらいいなと思ってない。チェックしに来て正解だと。はい、すごいな。コイン配りながら走ってたな今。じゃあ見たい。よいしょ。補強。どうすか。まだですね。よし、この短期間でよう稼ぐな。勝とうぜ。みんな気持ちを一つにしよう。一人はみんなのために、みんなは一人のために。よし、君たちは、あ、やっぱりちょっと傷ついてるんだね。自分もいざとなったらこのコインをばらまいて撤退してもらうから、みんなで頑張ろう。さあ、ゴーストはバリスタで倒すんだ。とは言いつつ結構難しいと思うんだよな。その壁を前に動かすのが難しそう。時間でやれるかな。はい、ナイスショット。あー、タイミング悪かったね。はい。おー、素晴らしい。よし、バリスタ。上だよ。ゴーストなんだよ、狙うのは。よし。上だ。上を狙い。ゴースト。よし、あれ、壁合わせよ。 UP3 体3体いけ。カタバルト騎士兵下がるな。よしようやった。いいね、大工がいなくなった。そうでもないか、あと2人ぐらい大工増やす。 1,2,3、 そうだね、あと2人増やして進軍しよう。君たちさ、恥ずかしくないの？なんかもう保身だよ、保身。よし、いいね。はい、君大工だ、もう大工だ。秘書さんもういっぱい預けるよ。いただきます。おい、ちょっと大丈夫、本当危なっかじゃない。いやー、すげえな。最高。うーんとねここだな。ここはとりあえず欲しいよね。ちょっと待てよ。
ータルがあって、鹿がいてまたポータルがあるんだ。っていうことは、あのキャンプ場壊さないからね。壊そう。そんなに人は困ってないかな。壊そう壊そう。はい。壊して、まずここだな。まずここだよ。大工さん、頼みます。やばいな、これは。こんなはしたかね、じゃあ、あの大群は。でもやるしかないな。さあ、3人で命がけでやろうか。まず作れるここからだな。でここよ。おいで。マジっすか。全然準備できてないんですけど。タイミングいいな。岸江さん、ちょっとハイランクの壁は欲しいよ。二人で作れば作れるんじゃない？しまった。ミスジャッジだね。ちょ、みんな引こうよ、まずは。引こうよ。UP 来るから。バリサはさ、もうカタパルトもね、ほんとこう撤退しないかんのだって。やっぱね、進軍するの難しいんだよな。刻むべ、刻むって言ったっていうか、まあ普通にタイミング悪かったんか。あんなに早く来るとはな。バーバーさん、まあ壊れんよね、この壁は。壊れんよ。お、来た。なるほど、そのための岩か。そうだね、確か2、3匹がかりでなかなか壊れなかったもんね。本当はここにバリスタがあるとね、撃退できてたんだけど。大工さん、そんなとこにいたらやられるよ。よし、バリスタさん頼むぞ。あの壁が壊れたところがチャンスだから。を撃て。でこの壁はマジで意味ない。あー、ほんとごめん。パンバーさんは左側にもう一人いるから、まあいいや。切ない。まあ今弓兵作ってもね、
あそこに突撃されちゃうから。それはあかんぜよ。よし、せ、よし、せ。人がいるよ、人が。で、あのバリスタが落としてくれるんだね。きつ。大工何人いるかな。ちょっと後だな。もうやめてよって。ここはもうこれやるしかない。大工が3人。いやー結構食べられたしな。農家さんはやられたか。この損失は大きいよ。いやお金いるし、閉店とかじゃないし。左側に農家作って正解だと。どうすか。ありがとうございます。こういう時こそ壁の像に投資しておく必要があるよね。あ、ほらこれこの変な、この変なバグですよ。これ何、どこに、こういう感じ。まあ、ということでこれセーブして落とすしかないんだね。さあ、アプリを立ち上げ直してもう一回やっております。まあこんな感じでバグあるんでね、そういうバグともなんか対処しながらやっていかないかんですね。またなったらどうしよう。はいはい。悲惨すぎる。はい。すごっ。パンバーさんあんなとこで余裕だね。慎重にいかんとね。そっ、まずはちょっとこれでパン食べんといてよ。あ、今夜か。え、どうやって撃退してんだ。こんなとこで。え？あ、これ完成したんだ。すごっ。みんなすごいわ。あ、なんかこっちのが悪いような感じがするね。あれ、これ2つなかったっけ。これか。おい。いや、ごめん。なんかごめんっす。みんな諦めてなかったんだ。よかった。あと、カタパルトがなくなったもよかったかな。
仲間がある。ちょっとここに人来てほしい。めちゃくちゃ人いっぱいいるじゃん。選手たちやる気マックスだよ本当に。しまったしまった。ちょっとここいいよ。ここだいぶいい。あ、そっか、バリスタばあさんがいないからな。そこだよね。たら内側行こうかね。よし、行けるとこまで行こう。もうそんなに滞在できないですね。すごいな。あともう乗っといてもらおう。あとポータル1個と壁1個だから、そのポータル1個壊した後のリベンジさえ生き延びることができればめちゃくちゃチャンスありますね。ちょっとね、ラストチャンスっていうか、まあいつでももう垂れるし。来たよ。あ、すごい姉さんだ。鍛えようかな。これは必須だよね。よし、もうちょうどブラッドムーンか。様子見れるな。行こうか。なんか来た。なんか来たよ。食べられちゃう？もしかして。ぽいね。きつ。あー、食べられちゃったんだね。そうか、難易度上がるな。あれをやるしかないね。あの、騎士像。騎士像やるしかないっすわ。食べすぎでしょ。許せんよ先生。あなたの力を借りる時が来ました。行くよ。うん、君新米だからね、いっぱい食べるでしょ。6枚だよ6枚。ああ、雪がちらついてきた。絶対勝ったろ。で、あの騎士像ですね、騎士の像に投資すると何が起こるかっていうのをここでご覧ください。
ょっとあのゴーストが出るんですよね、後半になると。もう触り始めると、打ち始めると、あの強敵が来るんで頑張れよ。そう、あれです、あの突撃、キーンキーン、壊したれ壊したれ壊したれ。いいよいいよ、バックアップは全然するよ。あ、終了なんだ。そうかそうか。ちょっとさ、ちょっとさ、無抵抗なんだからさ。許すマジだね、本当にね。よし、第2弾行こうか。いけ、あ、もう壊れるじゃん。壊したれ、もう壊したれ。よっよいよ、よし、いけいけいけ。くそー、マジ無慈悲。よしよし、落とせ落とせ落とせ。よし、ゲート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 、よっしゃー、やったったぞー、やったー。もうでもこのリベンジはすごい恐ろしいですね。ということで、今回の動画はここまでになります。次回の動画でお会いしましょう。めっちゃ食べられとるし。ご視聴ありがとうございました。